公式 LINE の登録者を募集しています。登録者限定の動画やコンテンツも配布します。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教授の中森です。お茶の水本高校社長清水です。この動画をご覧の皆様、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。清水先生、はい、今回なんですけど、ちょっとですね、やっぱそのこの時期とか、あのよくある相談で、例えば予備校行ってんだけど成績が上がらなくてどうしたらいいですかとか、あ、まあ、例えば高1、高2生とかが、まあ、そろそろちょっと塾や予備校を探しててみたいなこととか、結構悩むこと多いと思うんですよ。そうですね、コメントも結構ついてますね、僕はやっぱそのこの時期だからこそ、あるいは塾や予備校に悩んだからこそ、一回ちょっと考えてみてほしいのが、はい、今の自分の勉強について、自宅学習についてですね、はい、それをちょっと考えてみてほしいなって思うんですよ、それがはっきりしてからじゃないと、塾や予備校のミスマッチが起きる可能性が高いかなって。そうですね、今自分が勉強してんのかって、塾や予備校を決める上でとても大事なことだ。そもそも勉強時間は取れてるのかという。例えば死ぬほど部活忙しくて、はい、塾行く時間もないんですみたいな人が行ったところで、正直もう聞いても寝てるかもしれないし、集団授業とか特にそうだと思うんだけど、はい、授業を受けて聞いてちゃんと予習復習する人かどうか。自宅学習普段からしてる人だったら、はい、予習復習の、まあ、習慣もついてると思うから全然それいいと思うんだけど、はい、そもそも勉強してない人が行ったところで、いや全然身につかないでしょって話になるわけなんですか。無駄を繰り返すだけですからね。そうだから、僕はやっぱここで武田塾推すみたいな風に聞こえちゃうかもしれないけど、受験相談とか勉強相談した方がいいと思うよ。今の自分の状況を一回整理した方がいいと思うし、まあ、相談に来ないまでも自分でそれを考えてみた方がいいよって風に思うわけですよ。僕受験相談の時にすごい意識してることが一つあるんですけど、一番最初は独学で可能な究極理想系な勉強法の話をするんですよ。今の状況で完全に独学やるとしたら、こういう風な参考書の順番であって、スケジューリングはこれぐらいで考えて、これぐらいの時期にこれで過去問が出せれば理論上この大学には行けますって話からスタートするんです。問題はそれを一人でできるかどうかって話なんですよ。サボっちゃうとか、そこまでなんだろう、逆算して考えるのが自分では無理みたいなことになるから、武田塾に入塾してくれる生徒さんも結構いるし、いやそれで自分で行けますってなる人は、まあ、全然そのまま進めてもらっても大丈夫なんですけど、はい、そこの自分で勉強するっていうところができるのかどうかっていうのを一番最初に分析してほしいんですよね、はい、間違えちゃいけないのが、塾や予備校に行ったって受からないんですよ、結局自分が勉強しなきゃ受からないの。ただ、はい、勉強するために必要な環境が何なのかって話なわけなんですよね。そうなんですよね。環境とか機能とか、なんかどういうシステムが自分の今の武器になるかみたいな感じですね。参考書で受験に必要な情報っていうのは基本的に全て揃うようになってるわけですよ。揃いますよ、うん、じゃあ自分でその参考書を自主的に勉強して進められるのか、はい、分かんないことあったら調べる、解決する能力があるのか、うん、あるいは聞ける友達がいるのか、はい、いたとして質問できるのかみたいなそうなった時に誰かに管理してもらわないと、あるいは誰かの授業を受けないと、うん、自分一人では解決できないからってなった時に塾や予備校があるわけですよ。それを使ったって結局自分で勉強しなきゃいけないんですよ。そうですね自分自身が勉強しなきゃいけないっていうのがあるんで、全部自分でやる、参考書でやる、あるいは学校の教材でやる、考えてみましょうと、できんのできないの、大体の人できないと思うんですよ。ちょっと難しい人が多いですね。じゃあ何が原因でできないの、それはどこの塾や予備校に行ったら解決するの、あるいは誰かにアドバイスもらえれば解決するっていうことを考えるってことですね。理想的な勉強できてたわけではないですけど、受験生の時の僕は場所だなと思ったんですね、もう場所さえあれば俺はやるなと思ったんで、まあ、カフェだったりとか学校の自習室とか図書館とかっていうところに入り浸るっていう手段で、まあ、大体は解決できた。僕はものすごいやる気がなかったんで、はい、一人では無理だと。お、同じことを考えた林直弘君ですね、はいファミレスで一緒に勉強して、はい、で昼飯代をかけ、お互いにテスト範囲を決めてやって、はいはい、お互いに問題を出し合って、っていう勝負をすると。だから結局、まあ、繰り返し繰り返し言ってるんだけど、やっぱね、勉強を自分がしないと絶対に成績は上がらないから、はい、どうやったら自分ができるようになるのかっていうのを考えてほしくて、だからその中で塾や予備校に行った方が可能性が上がるなら、どんどん使った方がいいと思う。そうですね。受かった人の体験談とかを参考にはなかなかできないところなんですよね。今の自分がそれが判断できんなら判断してそれを決めてやればいいし、判断できないならやっぱその受験相談とか、まあ、コメント欄でコメントで質問するとかを本当におすすめ
しますね、はい、特にやっぱ受験相談を本当に来てもらった方が良くて、これは全然無料でできるから、あの最寄りの武田塾だったりとかね、この人に相談したいとか、ちなみに清水先生に相談したいとかだったら、ね、うん、清水先生に相談してもらってもいいし、しっかりね考えて、どうしたら成績上がるかってビジョン持った方がいいから、それを今自分が思いつかないなら、どうやったらそれが思いつくかを考えた方がいいとか、受かる道筋は絶対にあるんですよ。それが今見えてるか見えてないか、見えてないなら見えるようにした方がいいっていうこと。ということで、あなたがそのまま勉強してて大丈夫かどうか、受験相談で僕らも分析していくんで、迷ってたらぜひ来てください。悩んだらすぐに相談してくださいね。はい、今回は以上です。自宅にいながら武田塾の特訓が受けられる、その名も武田塾オンライン、詳細は概要欄をご覧ください。